はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、タイトルにもある通りでございますけどもね、今日はね、まあ、病気の状態でも健康な状態の方でも関係なくですね、僕らの体に素晴らしい効果をもたらしてくれる DHA、EPA、アスタキサンチンのお話でございます。しかもね、それらってね、まあ、上手に探せばね、100円以下で取れるんです。まあ、100円以下とはね、言い過ぎかもしれませんけども、まあ、どうしてもね、128円ぐらいするやつもありますのでね、まあ、といってもね、その値段で驚いてらっしゃるかもしれませんけどもね、僕は値段で驚いてるんじゃなくてですね、こんなんでも取れるの？しかもこんなに豊富なん？というところで驚いたんで、これはぜひね、皆さんにお話ししておきたいと思ってね、今回動画にすることにしました。あ、最初にね、これを言っておきます。安かろう悪かろうという言葉があるようにですね、まあ私は安い食材なんて選ばないわ。高級食材の栄養は高級なのよ。良い食材で良い体っていうのは作られていくのよ。とおっしゃられる方々もね、いてますけどもね、それはその通りでございます。あなたのおっしゃる通りでございます。まあ、僕もね、理解できますし、すごい共感できます。まあ、産地やね、その製造工程とか販売店でね、まあ、値段の格差っていうのはね、変わってきますのでね。でもね、それはちょっと置いといて、お話を進めていきますね。でこれまでその、まあ、何回もね、その健康に関するお話の中でね、DHA、EPA、アスタキサンチンのお話っていうのをね、何回か、まあ、数えるほどしかね、してませんでしたけども、紹介するのは初めての食材かもしれません。まあ、実際ね、僕はね、これをね、見落としてた形になっていました。という感じの食材なのでね、きっと皆さんも見落としてしまってたんじゃないかなって思います。そもそもまあ、これまでに紹介してきた DHA というのはですね、ドコサヘキ酸塩と言ってですね、まあ、一言で言えばね、人間の体に必須の脂肪酸、まあ、栄養素でございます。で EPA はですね、経済連携協定ではなくて、エイコサペタエン酸と言ってですね、オメガ3脂肪酸ってあるじゃないですか、あれのね、一つで必須脂肪酸なんですよ。そしてアスタキサンチンというのはですね、緑黄色野菜に含まれるね、ベータカロテンとかね、リコピンなどのね、まあ、同じくカロテノイドといったやつの一種の、まあ、色素物質のことなんですけどもね、まあ、でも他にもね、そのエビとかカニとかの、ね、甲羅とかあるじゃないですか、あと、まあ、鮭とかイクラが持つ特徴的な赤色、橙色っていうのを生み出している色素のことなんです。そんなね、 DHA、EPA、アスタキサンチンというのがですね、体にもたらしてくれる働きというのがですね、まずね、 DHAはね、先ほどの通りですね、必須脂肪酸でね、体内の免疫反応の調整っていう、まあ、脂肪酸の脂肪燃焼の促進とかね、あと血管壁っていう血管の壁ね、血管壁の収縮とか、血小板のね、こう凝集ってやつに関わるなどのね、さまざまな働きがあってですね、アレルギー疾患とかね、高血圧、動脈硬化で、脂質異常症で、脳卒中で、皮膚炎とかのね、予防と、まあ、改善っていうのにもね、効果が期待できるとされています。そしてね、 EPA っていうのはね、人間の体ではね、合成されにくいとされているね、必須脂肪酸のことで、血管血液のね、健康維持っていうのが重要であってですね、血液をサラサラにする、中性脂肪値を下げる、血管年齢を若く保つ、心臓病、脳梗塞を防ぐといったね、まあ、あと動脈硬化などを防ぐなどのね、効果っていうのがね、期待されているとされています。そしてね、アスタキサンチンっていうのはですね、もう今からの季節こう降り注ぐね、その紫外線ってあるじゃないですか、あれの障害から我々のその細胞の遺伝子をね、守ることができる強力なね、抗酸化力があります。で抗酸化というのはですね、酸化に抗うっていうことでね、その酸化とはね、
例えばそのリンゴのスパンって切った切り口あるじゃないですか。あそこが変色したりとか、金属が錆びてしまったりとかね、油が劣化して黒くなってしまったりとか、で日常生活で何気なく見られているこれらの現象のことを酸化というんですよ。そもそもね、物質がね、空気中の酸素とね結びついて起こる反応でして、酸化というのはね、でそれはまあ物質のこの見た目だけではなくてですね、まあ、実際のその性質にもね大きな変化を起こしてしまいます。それはね、その呼吸でね酸素を取り入れてるね人間の体、我々の人間の体もね同じことなんです。でそんな酸化を防ぐ働きがあるのがアスタキサンチンでございます、まあ、という説明はね、まあ、どこでもされてますしね、僕もまあ数少ない動画の中でね、まあ、お話ししたことがあるぐらいなのでね、まあ、有名な話ですよね。ちなみにですね、 DHA、EPA っていうのはね必須脂肪酸の働きとしてですね、脳の成長に直接関係しているということなので、まあ、あの脳の成長と、老化防止に効果があるとされています。さらにちなみに言いますとですね、 EPA の方がですね脳の成長にね効果を与えてくれることも分かっているので、成長期のね子供ちゃんにね多くね勧められている栄養です。ほんでそれ以外にもですね、あの北欧の地域っていうところあるじゃないですか、あのヨーロッパの北の方ね、そっちの北欧の方ではですね、まあ、今現在に至るまでにね心血管疾患の患者さんが少ないのはなんでだろうっていうのがね、あの、まあ、研究が、まあ、その研究がね今進められていてですね、でそれらその人ら その食生活の中でね DHA、EPA っていうの摂取量っていうのがね、まあ、他の地域よりも豊かだったことが明らかになっていますので、あの DHA と EPA がね心血管疾患にですね効果があるということも考えられることからですね、今世界中ね DHA、EPA のブームがね起こっていて、で今もなお、ね、続いております。そんな DHA、EPA、アスタキサンチンというのを含む食材というのはですね、もうご存知ですよね。あの DHA と EPA はね青魚で、特に、ね、サンマですよ。でイワシやサバにもね豊富ですね。でアスタキサンチンはね先ほども出てきましたけどもね、あの緑黄色野菜のベータカロテンでしょ。で鮭、イクラ、カニ、エビですよね。でそれらの食材から取ろうと思ったらですね、何かしらその料理っていうのをねして食べなければいけませんけどね、今回ご紹介するのはですね料理には関係なくね、まあ、料理の種類にも関係なく、まあ、とはまあ言い過ぎかもしれませんけども、こう大体関係なくですね、もう上にねパパッと振りかけることでたっぷり取れることができます。それはですね、鰹節とね、これですわ、干しエビでございます。びっくりしません？見落としてたと思いません？これしかもね、どっちもですね100円以下程度でね手に入りますよね。これはね非常に画期的な健康食だと思います。でまあ健康食品とされているねサプリメントでね DHA、EPA、アスタキサンチンではね取ることができるんですけども、しかしですね僕はサプリメントを取ることができませんので、まあ何かしら料理をせなあかん食材よりもですね手軽に取れることがねこいつらやからやったらねこうできますのでね、まあ、この事実をね知った時にはですね、もう驚きを僕は隠せませんでした。あのね昨日の朝にこの事実を知ってですね、もう午前中にねスーパーにね買いに行ってね、あの夕飯でねご飯にパパッと振りかけてね食べました。でちなみにね、かつお節 100g あたりの栄養成分っていうのはね、かつおの肉がね原材料でして、でタンパク質はね 75.7g でしょ。でまた食物繊維がこれ魚なのでゼロなんでね、炭水化物と糖質の量っていうのは同じ 0.4g です。鉄は 9mg で、ナイアシンっていうのが 37.4g か、でそれが含まれています。あ、 37.4mg ですねが含まれております。でまたね脂肪酸っていうのはね DHA はね 500mg でね、 EPA は 86mg とね、まあ、それなりに豊富なんですよね。でちなみにね、サンマの DHA というのはね 1600mg でね、 EPA はね 850g なんですよ。でサバの水煮缶でですね、DHA は 1300mg で、EPA が 930mg の含有量でして、かつお節のね3倍ほどね多い計算になりますけどもね、まあ手軽さを考えたらね、あのかつお節ってね相当優秀かなと思います。僕はアスタキサンチンに関してはですね、やっぱりねカニエビに勝るものはありませんでしたね。で、まあ、季節を通して食べれるそのエビやね、その冬の味覚であるカニっていうのはですね、加熱するとねその外側の殻とかね中の身がね赤くなりますよね。あの赤の正体こそがアスタキサンチンでございますよ。そのためですね、その同じエビの仲間でもですね、白エビのようなですね、あの色が薄い種類になるとですね、アスタキサンチンの量というのがね比較的ちょっと少なくなります。で特に代表的なエビについてですね、 100g 中の含有量っていうのがね、車エビで 2.81mg で、甘エビで 0.40mg でしょ。で生の桜エビがですね 7.15mg なんです。でアスタキサンチンはね身よりもですね、実はね殻とかね、あの尻尾の方がねより多く含まれています。でちなみにね、一応ねエビになると思うんですけども、まあ、分類上は、まあ、プランクトンの仲間であるね、オキアミっていう
うのをね、干したこの、干しエビに関してはですね、まああまり食材というイメージをね持っていない方もいてると思うんですけども、これはですね、アスタキサンチンはもちろんね DHA も含んでおります。でさらにちなみになんですけどもね、干しエビと桜エビをね区別させるものとしてですね、干しエビというのはですね、エビを乾燥させたもので、生のまま干した干し、酢干しと、塩茹でしたね、煮干しっていうのがあります。ほんで見た目がね干しエビと似てる桜エビっていうのはですね、あの桜エビという種類のエビを干したもので、あの干しエビの種、あのこっちのね干しエビの一種ですけどね、あの食感とかね味わいがね違います。でまたさらにちなみになんですけどもね、干しエビにはですねカルシウムも含まれてますのでね、一石三鳥にもなりますよね。ぜひ皆さんもですね、今日はね料理をするのがめんどくさいわ、魚さばくのがめんどくさいわ、缶詰も飽きたしなって思われた際にはですね、ぜひスーパーのね乾物コーナーでね、かつお節とね干しエビを見つけてね、ご飯にでも振りかけてね、おかずにもねパパッと振りかけてね楽しんでみてください。あでもね、まあ先ほども言いましたけどもね、安かろう悪かろうという言葉があるようにですね、私は安い食材なんて選ばないわ、高級食材の栄養素は高級なのよ、良い食材で良い体は作られていくのよ、まあ、それはその通りでございます。あなたのおっしゃる通りでございます、まあ、産地や製造工程や販売店というので、ね、値段の格差というものはね変わってきますしね、まあ、そんな中でもね僕が調べた、ね、一番高かったね何だったかな、血合い抜きの、花削りの鰹節でですね 150g でね1万円がありました。まあすごい栄養価なんでしょうね。でもねこと DHA、EPA、アスタキサンチンとしてのくくりっていうのはね変わらないというね、その考えとか思いを巡らせる行動っていうのはね、まあ人それぞれありますのでね。でもまあね、その健康に向かうということでくくればですね、同じことですよね。まあね、手軽にね DHA、EPA、アスタキサンチンが取れるとね考えればですね、まあたまにはね、あのこういうのもね、あの皆さんね、あの手を出してみてもねいいかなと思います。手を出してみてもいいってないのでね、ぜひね食べてみてください。そんな感じでね、100円で取れる DHA、EPA、アスタキサンチンというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。